まあ、ピットパネルは2号艇のエンドを遅れました。船を回してまいりまして、後ろ13456、さあエンドどこからでしょうか。今年のビーナスシリーズ第8戦の本日5日目の準優勝戦、優勝争いは第2弾で第10レース、さあ遠藤がホームスレッジ側で後ろから13456、さあ1号艇の落合直子、人気の中心は陰線に入りそう、地元12回目の優勝なるか、ここは落合が陰逃げなるかです。1分新回転を始めています。2号艇の遠藤がスタートライン上方向で、ここ1番本領発揮の活躍なるかです。3号艇の香川元子、さあここ手堅い走りで優出なるかで1-2-3、そして4号艇の大石真央引っ張るでしょうか。こちら2場所連続優出なるかとなっています。そして5号艇の堀之内清子、今回住之江初優出なるかです。6コースに回って6号艇の安井瑞希が今年初優出に挑戦。さあこれでスロー勢は1-2-3が入りまして、ダッシュ勢が4-5-6でスタート展示通り枠なり3-3。さあここは地元落合直子が気合の陰線で負けられない第10レースの準優勝戦。スタート10秒前、穏やかな水面です。1番2番3番4番5番6番の枠なり進入、2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートは1号艇インコースから、そしてダッシュ勢4号6が出ていって1マーク、逃げる1号艇の落ち合いをまくっていったのが4号艇の大石、懐を5号艇、あと2番3番6番でバックスリッチャーを飲み込んだ4号艇の大石はまくり勝ち。そして現在2番テラスに2号艇と5号艇、2番5番接戦状態、そして後方に1号艇、あとは3番6番となっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回って4号艇の大石真央で後輩等になりそう。2番テラスに2号艇回った、懐1号艇、あと3番5番と回ってきますが、ここで2号艇の遠藤恵美が2番手に浮上、3番手争いがわずかにアウトから5号手の堀之内、レーサー2周目へと合います。先頭には一発決まって4号手の大石、現在2番手には手堅く2号手の遠藤恵美2番手、そして3番手には5号手の堀之内上がってきて2周目のバックスレッジへと入ります。先頭4号手、そして差し返してくる2号手ですが、さあ4号手2号手差が縮まっていますが、上位変わらず4号手2号手、そして3番手に5号手4-5、先頭と2番手の段2停進ほど、そして後ろ3停進から4停進で5号手の堀之内が3番手、あとは1号手3号手並んでいまして、後方に6号艇の順、ライターンマークはトップで回る4号艇の大石、懐2号艇の遠藤が攻めていきますが、さあ遠藤差を詰める、4号艇と2号艇差が縮まってまいりまして、一定審査最終周回へと入ります。現在4号艇の大石ですが、2号艇遠藤差を詰めてまいりまして、さあ4号艇2号艇突破争いになってまいりました。最終周回でダッシュターンマークでは前を抑えて4号艇の大石が回って、その懐2号艇の遠藤差し返してまいりますが、さあここはわずかにしのいだか、4号艇の大石が先頭をキープ、そして2番手2号艇また差が開いて3停進から4停進、3番手に5号艇上位がここで4-2-5でばらけて、後ろ1号艇3号艇1号艇落合敗れて、後方に6号艇の順、最終ターンマークは4号艇の大石が住之江初優出、2場所連続優出、近況好調、そして2番手に2号艇の遠藤で、3番手に5号艇で準優の第2弾で、ここは後輩等の波乱となって3連単満州、先頭4番ゴーリン、2番ゴーリン、5番ゴーリン、1番3番接戦でゴーリン、6番がゴーリン。